いい感じだったよ。交わることないであろう3人が交わるって感じ。これルーちゃんだね。ごほんごほん。もしもーし、2人とも、おられる感じですか？はい、いますよ。いや、ナルシストだな、カレンちゃん。もうだってさ、完璧決めてるもんね、アイコンが。どういうことせいなさん。そのアイコンは何なの？何の集まりかしら、これ。あなたたちと話してるほど暇じゃないの、私。まあまあ、そう言わないでよ。っていうか、セイナちゃん、そのアイコン何？ユニコーンだっけ？かわいらしい馬ですね。私が好きなゲームに出てくる光の精霊よ。精霊なんだ。なんか意外なアイコンセンス。カレンちゃんのアイコンは気合入ってるね。うまく撮れたからこれでいいかなって、だいぶ気合入れてるもんね。お、アイコン用に撮ったんじゃないんだ。何にせよ痛いわ。なんてこと言うの？だいぶ決めてるしな。お、なんか読み込み入ってるぞ。それで今日は3人で集まって何よ？なんかお知らせ的な？お知らせ？なんだお知らせとは。わざわざ3人集まる必要があるの？私離脱してもいいかしら？今攻略中のオトムゲームがいいところなのよね。ガッツシゲーム楽しんでる。セナちゃん、オトムゲームとかやるんだ。やるわよ。ファンタジーもののオトムゲーム。あくまでファンタジー行くんだね。オトムゲームなら私もやりますよ。お？ふーん。主人公の名前が変えられるから、カタカナでセイナにしてるわ。そっか。まさかの自分の名前つける派？私も変えれる作品ならついついカレンにしちゃいます。あ、カレンちゃんはやってそう。痛いわね。セイナちゃん？やってること一緒だよ。セイナちゃん口悪いね、相変わらずの。やってそうと思われるところが痛いのよ。理不尽。お、なんかちょっと読み込みが。長谷部さんはお手目ゲームやらないんですか？やんなそう。ノーマルラブに興味ないからね。言っちゃった。BL が好きって言ってたもんね。まあ、時々やるよ。主人公の名前は男っぽい名前にして脳内でこの主人公は男って思い込んでやる。すごいその発想力。ゲドープレイね。わかってるよ。だからおとなしく BL ゲームやる方が多いもん。まあでも、天候精霊ルフェールの国のダグラスルートは脳内 BL が燃えまくって燃えまくったな。これ原作で実際にあんのかな？どうなんだろう。ちょっと、ルフェールの主人公は普通に女だし、ダグラスはホモじゃないわ。むしろ女好き設定があるのよ。何言ってんの？女好き設定があるやつこそ BL 妄想が燃える、燃え燃え盛るんじゃん。わかんねえ。そういう感じなのか。何ですって？喧嘩しないでください。というか話がずれちゃってますよ。そういえばお知らせって言ってたね。何かのお知らせのために集まったっていうのが本題ですよね。ああ、そうだった。もうさっさと終わらせてちょうだい。ゲームに集中したいわ。私もネットゲームをやってる兄の夜食作らなきゃいけないので、そのお兄ちゃんはちゃんと働いてんのか？もしやニートか？ん？ネットゲームって何？ネットゲームっていうのは、ちょい待ちカレンちゃん説明しなくていいよ。本当だよ。お知らせが一向に進まない。セイナちゃん絶対ネットゲームやったら廃人化するから、知らない方がいい。そうなんですか？じゃあやめておきます。ああ、ハマりそうだよね。私はこの世界では王女となっているのよとか言いそう。ちょっと何よ、気になるじゃん。はいはい、本題のお知らせ始めるよ。ほんほん、どんなお知らせ？この会話見る前の画面で、あ、そうそうそう、未開通なとこ何個かあったかわかるだろうけど、辺境変人アイロンはバージョンアップの予定があります。なんてこった、楽しみすぎる。唐突にメタですね。ってことはまた別個でダウンロードし直さなきゃいけないのかな？何の電波を受信してるのかと思われそうだ。セイナちゃんに電波受信してるとか言われたくないな。私は別に何も受信してないわよ。またそれてますよ。ほんとすぐそれるんだから、この3人。バージョンアップの内容は？バージョン 1.5 ではおまけがちょっと増えるみたい。ふんふん。あとこのくだらない会話がなくなってバージョン2の予告に変わるわ。ん？あ、この会話なくなるんですか。寂しいね。痛いアイコンが人目に触れなくなるんだから嬉しいでしょ。ちょっとなんてこと言うの。お金ちゃんちょこちょこ返信に時間かかってるもんね。私お二人のこと嫌いです。嫌われた。ぶっちゃけた。ごめん。別に構わないわよ。こんな世界のくだらない住人たちに嫌われたってまた言ってるよ、そういうこと。はいはい、もうそういうのいいから、お腹いっぱいだから。で 1.5 の予告でドーンと紹介されるバージョン2は、ほんほん、何が増えるんですか？あ、やっぱりな、星行くんルートが追加されます。楽しみだな。私たちには全く嬉しくない話ね。みんな振られたしな。かもしれないね。なぜルーたちの出番ゼロみたいだから。あら、どんまい。男の人ルートを増やしてどうするんですか？はい、何言ってんの。不本意だけど普通に星行くんメインヒーローじゃん。まあそうね。
つまりバージョン2が本当の完成形とも言えるということね。うん、なんか辛いなこの女の子たち。う、私たちはやっぱり当て馬なんですか。そりゃね、誰のどのエンドでもミヤ君からの矢印は星行君に向いてるのは明らかじゃん、露骨にね。なのにまだ個人ルートが増えるんですか、ずるいです。で、ふくろくんルートの特徴は。バージョン1、現バージョンで遊べるどのルートよりもだいぶ長い。そうなの、だいぶメインヒーローだものね。バージョン1イコール現バージョンで遊べるどのルートよりもだいぶシリアス。シリアスなの、そんな、え、なんか普通に楽しみだなそれは。私は私のルートシリアスで通したつもりなんだけれど、シリアスだったかセイナちゃん。電波だったぞ。バージョン1イコール現バージョンで遊べるどのルートよりも BL 濃度が高い。マジでか、嘘でしょ、なんでよ、私たちのルートより BL 濃度が薄いわけないじゃん。バージョン1イコール現バージョンで遊べるどのルートよりも必要な注意書きが多い。何？注意書きが多い、ずるいの？あなたちょっと落ち着いたら。というわけで必要な注意書きが書いてある説明書はちゃんと読んでね。これはいろいろと用語が出てくるのか、大丈夫か、あんま実況しない方がいいのかな、どうなんだろう。していいなら話したいな、普通に楽しかったもんな。ゲームとしてはテンポが良かったよな。買い物読まない人が一定数いるなんてダメです。その通りかもしれないけど、ここで言うことかしら。というか、つらつら特徴並べるんじゃなくて、もっとわかりやすい何かはないの。あー待って、広告1枚持ってるんだ。お、画像で見れるのかな、なんかちっちゃくて見づらいな。僕は僕の恋愛論を貫く、近日公開。これなぜ服を着てないのかしら、脱げてるな。どうしてリボンっぽいもので巻かれているんですか、なんでマッチョじゃないのかな、そこ。あ、違う、星雪くん受けか、受けなんだ。じゃあ、みやとくんが攻めなの。でも身長的に。ちっか、それはダメ、地雷。また始まったぞ、ルーちゃん、また始まったぞ。その辺から星雪くんより15センチ以上でかくて体格いい方な人連れてくれればいいじゃん。だってどう見ても受けだったでしょ、今の広告の星雪くん。わかんねえ。受けか攻めかは知らないけれど。六六くんに他の相手ができたら、みやとくんはどうするのよ。ひらきくんは普通にノーマルラブの世界に来て、女の子と恋人になればいいと思います。誰も文句を言わないならそれでもいいかもしれないけど。じゃあ追加される星雪くんルートって何なんだって話になるね。そうよ。いいじゃないですか。六六くんが主人公になって新しい攻めなり受けなりとっつくシナリオで。カレンちゃん一回振られてるから、星雪くんを蹴落としたいんだね。もう意地だね、カレンちゃんは。案外見苦しい女ね。やめてやれって言ってやるなって。別にそれは関係ないです。私は私たちの待遇を良くしたくて。というか、あんな広告の絵まであるなんて、もうがっつり気合い入れてるもんね。もしかしたらじゃあこれから先普通にこの3人をメインってのもあんのかな。まあメインで出てたんだけどさ、もっとより深掘りしていくストーリーとか、あったらちょっと見たいな。いくらメインヒーローだからってずるいです。私の方が可愛いのに、あ、言っちゃった。なんか言い出したよ、この子。骨が漏れたわね。ところで、お知らせすべきことはもうしたんだから、離脱していいかしら。こっちはこっちでマイペース。何よ。近々バージョン 1.5 になるよ。その後、66ルートに行けるバージョン2になるよ。主に伝えておきたかったことは、この2つでしょ。もう済んだじゃない。私たちのヒロインとしての主張がまだです。きっとこの先来ると思うよ、多分。それを叫ぶ尺はないよ、カレンちゃん。セイナちゃんに土星論もらったし。あとは広告のアップで締めだね。そんな。というわけで、はい、ドン。もう来るぞ、イラストが。だから答えを聞かせてくれ、ミヤと。本当に、僕でいいのか？いや、普通に気になるんだよな。本当だ。本当だ、服着てない。リボンで巻かれてるわ。僕は僕の恋愛論を貫く。変境変人恋愛のバージョン2、星行きルート、近日公開。いつ公開されるんだろうね。うまいよな、イラスト、本当にもう。バージョン1の BL ノードで満足できなかった人はバージョン2もやってみてね。ただ先に言ってあるように、現バージョンとノリが違うわ。シリアスになるのは嫌だって人は注意して。まあ、でもなんか訳ありとか言ってたしな。家族関係もそんな良くないって言ってたし。あと 1.5 ではともかく、2では本当に私たちの出番は増えません。しょぼん。そのあたり期待して待つのはダメですよ。あ、変境変人恋愛論ってタイトルに合ってる内容ってとこは、星行くんルートも構わないからね。ほうほうほう。ところで変境って何ですか？
辞書を引けばいいと思うわ。教えてくれないんで詳しくは。とある物事に執着して、その執着のためなら常識を超えたことでも平気でやる人みたいな意味よ。君たち3人だね。へえ。なんか私が含まれてるのがちょっと納得いきません。なんでだよ。私もよ。お前ら。はい、約2名がなんかほざいたところでお知らせ終わり。バージョン 1.5 ではここの内容も変わる予定だからチェックしてね。じゃあここもチェックしに来なきゃだね。また終わっちゃった。ということで、辺境変人恋愛論、今回で終わりとさせていただきます。バージョン2は実況してよかったらやりたいかなって感じ。ストーリー普通に面白かったよね。楽しかった。ただその BL 濃度が上がるってなると、やっぱりそういう普段子じゃないからわかんないわけじゃん。大丈夫なのかなって、個人的に危ないかなと思ってんだけど、どうなんだろうか。でもまあ普通にストーリー見たいしやりたいなって思いましたね。はい。で、それではシアンでした。またね。あ、ゲームのダウンロードはティラノビルダーさんっていうところのサイトか、フリームで普通にダウンロードできますので、そちらの方でダウンロードしてくださいね。うん。ってことで今度こそシアンでした。またね。